なんどういう配信したらいいんですかね。あの休みすぎてあのみんながあの面白い配信あの考えていかないといけない、みんなで。うん、あ、浜ちゃん戻らないアカウント消さない信じます。信じてください、絶対に消さないんで、二度とね消さないです。例えばね、今ね、あの藤原紀香っているじゃない、愛之助さんと結婚した、あのね、藤原紀香が別れて愛之助さんと、ゾウさんどんちき、いや許せねえよ、すいません。藤原紀香が愛之助さんと別れて、誠司さん、あのふわっち見てます、あのお付き合いしたいんですけどって言われても、でじゃあ付き合いますよね、でも僕は配信やめないですよ。どんなにいい女に口説かれても絶対にあのふわっちだけやめないですよ。金花ポンチキンやります。痩せたいですね、痩せたいです。ありがとうございます、社長です。あやなちゃんドンチキ、あのね、僕のリスナーさんめちゃくちゃ可愛い子いるんだけど、その、ね、その子可愛い女の子に口説かれても絶対やめないですからね、もう二度と。あ、みかんママドンチキンやります。怪しくないです、絶対。あのね、人ってね、嘘をついた時って目を見ればわかるんですよ。僕の目を見てください。目を金花火のチキがあります。くぅ、あ、社長です、社長すごいな、マジで。目を見てくださいよ、これが嘘つきのね、目ですか、これ嘘をついてる 目ですかね、皆さん。これちゃんと 目を見ればわかるんですけど、うわストーマイファンタスティックです、ダメがさっさっす、うわありがっす、ありがっす、悪魔キッチャンのチキ、うわやっべ、えぐくね、ファンタスティックですよ皆さん、スターマイン、こう 目を見てくださいね、うん、あの人は嘘つくときは 目を見ればわかるんですよ。ムカつく目してるドンチキやるっす、金花火、ナイス、社長です。目を見ればわかるんだよ。僕絶対嘘つかないですもん。あ、ひーちゃんダンチキャリです。嘘つける目してないです。絶対に、もうアカウント消したりしないですね。間違いなく。あ、徳部さんダンチキ。たくしょうがねえなみたいな。すいません、ありがとうございます。絶対にやめないです。何が起きてもね、絶対やめないです。徳部さんとんちきりです、社長です。で、頭から配信者さんいるでしょ、他に。あ、じゅんじゅんさんとんちき。ずっと待ってた、ずっと待ってた。ありがとうございます。しびれちゃうね、こんな感じでさ。何ヶ月、3ヶ月 ?4 ヶ月ぐらい休んでさ、アカウント消して、またアカウント新しいの作って、配信してこんなアイテム飛ぶと思わなかった。もう、細々とやろうかなと思った。あ、金の花火、ドンチキ。ありがとうございます。うわ、ありがとうございます。ナイス。フリンブの方。ねえ、僕もね、本当にこんなに、皆さんに、あの、こんなに来てくれてね、たくさんの人が来てくれて、こんなにアイテムもらえると思ってなかったです。はいはい、ワコンみたいな感じでなるのかなと思った。すごいですね。あー、スターマイトンチキ、政治リスナーになってもいいですか。あ、応援したい。あ、ぜひよろしくお願いします。あのね、投げてくれる人があの結構ガラッと変わるかなと思って今見てるんですけど、結構前投げてくれてる人が結構また投げてくれてるんですよね。にゃんたちゃんトンチキ、気に入らないです。すごいすごいなと思って。徳部さんトンチキ、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。うん、すごいな、止まんないです。ミミちゃんです、ドンチキ、昼から見させてもらってます。皆さん疲れる理由がわかる気がします。ありがとうございます。本当にもう感謝しかないですね。これ会ったこともない人にお金をこう投げてもらってるわけよ。何もしてないですよ、まだ家帰ってきて。帰ってきましたって3ヶ月のね、3ヶ月の帰宅って意味わかんないな、これ。もう急いでつけたんだよ、タイトル。ちょっとよくわかんないタイトルつけちゃったんですけど、
意味わかんないですね。これ3ヶ月の帰宅ってどういうこと？なんて書こうとしたんだろう。3ヶ月？うおお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 おタイトルちょっとバグっちゃってるっすね、今。もう急ぎで枠つけたんで、焦っちゃって、今。ブリが入ってない。うん。3ヶ月も休んで、こんなに来てくれると思わないで。ほんまに。おかげさい、トンチキー、ありがとうございます。すごいね。あ、ありがとうございます、英語の方。すごい、俺もうすげえなって思うよ。自分じゃ、なんと、一言みたいですね、今。うん、消されて悲しかった、おかえりなさい、トンチキーです。ああ、婦人部の方です。すごいっすね。もうポスト見たんですけど、1ヶ月に1回ぐらいは帰ってきてたんですね。ポストはすごい溜まってましたね、なんか。マガジンに行こうやります。チラシがすごいっすね。パンパンですよ。やっぱ、家開けると、もう、いたずらされちゃって、チラシが、うん、1ヶ月に1回ぐらいは帰ってきてたんですよ、ぶっちゃけ。なんで帰ってきたかっていうと、その彼女がね、その東京にね、歯医者さんがあってね、通ってる大阪なんだけど、月に1回その歯医者さんに行くっていうイベントっていうのがあって、でちょいちょい帰ってきてて、歯野さん、歯医者さんが大阪でなんか最初探してたんだけど、なんか一回通ったんだって、大阪のね、歯医者さん。そしたらなんか出来が悪くて、もっといいなんか歯医者さんないのかなって探して、腕のいい歯医者さん、もうインスタとかすごい好きで、探したの自分で。そしたらこっちのね、東京のね、歯医者さん見つけて、もう通ってるのよ、ずっと。あ、ロケットドンチキ、なんかもうアタオカなのかなと思った最初。え、大阪でよくねみたいな。なんでさ、何ヶ月も通ってんのよ。1年ぐらいかな、もう。うん。あたおかかなと思った、俺。バカなのかなと思ったね。バカ、交通費やばくねみたいな。うん。金持ち違いないと思ったね、やっぱり。考えることが。バカなのかなと思った。何回もそれでも一緒に行かなきゃいけなくなっちゃってさ。一人でほら、大阪にいたら何するかわかんない。要注意人物だから、信じてもらえてないからな。こいつ何するかわかんないみたいな人にしたら、うん、だから1ヶ月に1回帰ってきてたんですよ。で、荷物をちょっとずつ運んでてね、7月13日にもうほらここ引っ越す予定だったから、もう配信やめてるじゃないですか。だからもうこの空にしちゃおうかみたいな、2人で相談して、うん、今帰ってきたんですよ。別れて何もないの、服とか。やっべえと思って。で、パンツもないのよ。パンツも、下着も、洋服もなくて、靴が2個あっただけ。靴下もないのよ。なんもないのよ。で、ちっちゃい、このタオルが2枚あったの。これでワンチャンお風呂入れるなと思って。やばいっす、マジで。積んだと。いや、着払いとか多分無理ですね。なんでその服を返してくれなかったかっていうのを聞いたんですよ、うん、そしたら、ほら一緒に服を買いに行ったのがほとんどのね、大阪でアディダスとかすごい好きで、彼女も、うん、それでアディダスの方が似合うし、アディダスにしなって流されて、アディダスをずっと着てた、買ってたの。で、一緒に買ったほら、なんていうの、服だから、また別れて一緒に行ったその思い出の服を着て配信して女と絡んでるの見たくないみたいな。それ女の子わかるよね。別れた彼氏一緒に選んで買った服を、まあ、配信者がいろんな女と絡んでて見たくないなって、気持ち悪いみたいな。だから それなんだよね。うん、わかんない。で、配信見ちゃうかもしれないんじゃない。見たくないんだけど見ちゃうじゃない、やっぱり。ね、別れてても見てたんだって、やっぱりちょっと気持ちが落ち着いた頃に。で、それですごい気持ち悪くなっちゃうみたいな。
それを分かってあげて、うん、あ、まあでもそれを考えたら言われた時にはしょうがねえなと思った。それは俺の都合で勝手でほら別れるわけだし、そこまでもう別れたのに傷つけたくないし、うん、通帳もな、携帯もないです。それはちょっと通帳を返してくれてもいいんじゃねみたいな思ったけどね。通帳とハンコのほら大事な箱があったのよ、それも返してくれなかった。やっぱね、嫌がらせ的な要素もあるのかなっていう、困らせてやろうみたいな。あのね、1回目別れたの知ってる？これ今2回目なのに別れたの。1回別れた時に配信は見れなかったって、やっぱりすごいしんどくなっちゃって、うん、多分今もすごいへらってると思うよ。うん、めちゃくちゃ泣いてたからね、俺が出て行ったと。いや、でも通帳再発行できるけど、のハンコがね、すごいなんかどうしようかなって、銀行員ってどうしたらいいんだろうみたいな。うん、これ2回目なんですよ。印鑑作り直せるの、あ、変更できる。めんどくせえな。あ、でも、ももちゃん、あのね、別れたくないならそんなに束縛しなきゃいいのにってなるけど、あのね、無理だね。うん、20倍、マガジン2個、虹色さんです。うん、でも、自分はスマホにロックかけてたんでしょ。そうだね。見させてくれなかった。ああ、女を狂わす、うん、愛は盲目です。うん、記憶終わりましたね、もう。うん、ふわっちマガジンです。うん、ただいます。お疲れです。うん、あ、金の風船です。あ、マガジン2個です。マガジン2個です。横、あ、そうですね。